おはようございます、夏美様。今は何時ですか？大体11時半くらい。まあそのぐらいで、まああとまだ5ヶ月か6ヶ月でマジックさんが来るんですけど、何か最後の一言ってありますか？とにかく元気で順調に、たくさん栄養あるもの食べて、ちょっといい感じで運動して、リラックスして、いい音楽聴いて、頑張ります。あと気分は、5ヶ月の気分はどんな感じですか？ちょっと見せることってできる？5ヶ月後のこと。だから子供できるから、子供できたら気分はどんな感じか見せてほしい。わかんないよね。この間も先輩の子供2歳になって想像がつかない。だけど幸せはどのぐらい見せれるか、それを今見せてほしい。それだけ。さっきみたいにキシキシキシみたいな感じでしてよ。だからやってたよそれ。覚えてないけど。そっか、わかりました。あと何かあるそれ以外？今の奥さん。 OK、 これね。 OK、 わかりました。じゃあまたね。バイバーイ。難しいね、焼かれてる。いいね、いい空気だ。今は森。森だ。犬の散歩。小児の散歩。犬の散歩。コジラ散歩。コジラ散歩。怒ってる。後ろに、後ろに、どういうこと？サングラスをかけた変な人がずっとついてきています。これは、わざとでしょうか？笑っています。ストーカーからかもしれません。恐ろしいです。近い。まこじくんと散歩中です。散歩です。今日は暖かいので散歩日和。散歩日和。
ビオリ。ビオリっていう？そう。うん。今日の日付は2月2日だよ。まあ江戸屋で野菜と牛乳を買って帰宅途中です。たくさん荷物あります。重たい？うん、普通。
それにしても今日は暑いね。うん、暑いですね。アイスクリームだったら溶けちゃうよ。溶けちゃおう。私も溶けちゃおう。ブリも溶けちゃおう。みんな溶けちゃおう。日に日にお腹が大きくなってきて、1時間2時間ベッドに入っても寝れません。寝れません。大変です。なのにスミットはグーグー寝てます。そうです、その通りです。ちょっとムカつきます。私はムカつきます。何がムカつくの？ブリが寝れないことが作ります動いてる？動いて、ヒル、動いて、動いて、優しくできない。暑い夏の日、7月23日。そうだ。そして。そして。スミットは。スミットは。眠りにつく。眠りにつく。怠け人間。そんな日曜日。そんな夜。何買ったの？お米と？と食べ物、いろいろ説明できない。私はパンを持ってます。よいしょ。こんなに重たいパンを持ってます。疲れた男が一人、お米10キロで疲れてます。疲れてないよ。何言ってんの。私はこれを持ってます。動かなくなった。いや、ダメだよ、そんな強くしたら。びっくりするよ。寝てるんだよ。ちょっと。ヒロさん、動いて。ヒロさん、動いて。全く動かないね。全く動かないか。
ヒロさん、ヒロさん、ヒロさん、動いてくださいよ、ヒロさん、ヒロさん、動いて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 。地震になってるよ。地震でーす、ヒロさん。地震でーす。1、2、3、3ベクターの地震でーす。地震でーす。バイバイ。全く動きませんでした。残念だね。今日はブリの顔白すぎるね。かわいそうに、血流が、ね、いつもより明るいと思います。いつもより明るい。夏美の顔、はい。だって起きたってばっかりじゃん。そう、ね、でもいつもよりは多分あのいつもは結構苦しめたから、今日はそんなに前と比べたら苦しくなさそう。そう、苦しいなさそうですね。最後におタッチ。これが犬です。賢い犬です。